5分くらいかしらって、あ、もうちょいするかな5分以上はするかな。そう、山積み。10分ぐらいかなって、10分かける3ぐらいするかお元気？10分を3セットそれやったらなんか10分を3回に分けてするみたい。今日はね、そう、スペイベファーストアルバム、 ST48 ファーストアルバム、懐かしい明日のスペイベでした。配信中って最近ポストしてなかったからしとこうかな。でもちょっとしかしないけど、少しだけってしとこう。よし、ポスト完了、完了いたしました。ゆずきちさん、レインボースター10個ありがとう。そう、このね、ファーストアルバムのスペイベバーベキューでしたよ。 BBQ、 家のチケット発見してきたって、嬉しい、お待ちしてます。もうなんだかんだあと2週間くらいね。今日ってさ、29日で肉の日やったんよね。ちょうどよかった。そういうことだったのかな。だから今日になったのかな、バーベキュー。狙ってたのか。山井さん、めちゃかわいい、ありがとう。楽しかったバーベキュー。私も焼いた。私も焼いてたのかな。焼いてた。初めの方焼いてた。ちゃんと焼けたのかな。すごいね。火が燃え盛ってた。カズサさん、レインボースター10個。ありがとう。でも焼いてたよ、多分。焼いてたのかな。なんかバーベキューする機会ってなかなかないからさ、すごく新鮮だった。嬉しい、舞台のチケットゲットできましたって。たくさんありがとうございます、感謝です。ゆうきさん、レインボースター10個ありがとう。みーくん、くす玉パンパカパーン、頑張った。いこさん、お疲れ10個ありがとうございます。お疲れ様。
そう、今日広島でバーベキューしてから東京に帰還どっちが帰宅なんだろう。東京に戻ってきた。で、たどり着きました今。そう。だからもうね、今日はメイクもしてるしなって思って。今ちょっと配信してる。配信が終わったらメイクを落として。練習します。縦の練習します。なんか本当に何だろう、慣れない動きが私すごい苦手なんだなって思った。初期の頃のダンスぐらい覚えれなくて焦ってます。お披露目公演の私、あ、そう、インスタも更新したのでぜひいいねとコメントお待ちしてます。ゆゆの舞台の更新してます。2投稿した。ふう先輩、煙をまとって新幹線やって。そうなんよ、なんかさ、バーベキューでさ、いっぱい煙もう浴びるじゃん。いっぱい煙浴びて、いや絶対これ匂い、新幹線もしね隣とか人来られたら匂いのこれテロかなって、あずみんと話して、その事務所一旦帰行って、何あれファブリーズめちゃめちゃお互いに振りまいたから、どうなんだろう、自分じゃ何にもわからない。結構何にも今匂いしないつもりではいるんだけど、わかんない。もしねバーベキューの残り香をまとってたら申し訳ないな。でもね、そうファブリーズ、アズミンとお互いにめちゃめちゃ振りかけたよ。そう、消臭一応したんだけど、どうなんだろう。もし自分ではね、分からんよね。インスタのストーリー今日いっぱい載せた。今日ストーリーもいっぱい載せたし、投稿もした。最近インスタあまり更新できてなかったから、翔一さん愛してる、ありがとう、してる。壁にこれ、こういうなんか模様、こっちにもある。
穴が開いてるよ、模様というか。え、お肉美味しかった、美味しかった。山猫ゴールさんめっちゃ可愛い、ありがとう。ウィンク。あの違うよ、剣で穴開けたわけじゃないです、これ。戦いの後ではないです。そういうわけではちょっとないんですよね、多分。練習熱心やって、ちょっと違うか、ちょっと違うか。なんか髪の毛伸びたくない？え？なんか髪の毛伸びてない？こんな長かったっけ私。え？逆の発作が起きてる。なんか髪伸びた。もはや定期って違うよ。この前までは、え、短いって言ってたのに、え、なんか伸びた？気のせいか。ちょっと今なんか配信する画角がなくってさ、下からこうやってるから伸びたように見えてるかも。あ、それかな。いつも正面かちょっと上気味に iPad 置いてるけど、今下に置いてるから、それ説あるな。角度の問題ありそうだな。上から見てる。そう、今はキャリーバッグに置いて配信してる。配信するいい感じの置き場がなくって、キャリーの上だよ。今は東京なんか広島の方が暑いってことが分かった。分かんない、この部屋がさ、なんかコンクリートみたいな感じだから寒く感じるだけなのかな。今日広島でバーベキューしてさ、昼頃本当に暑くて、もう夏だったもん。夏を感じた。広島が暑いんだし、普通に広島のお家いた時、なんか
まだちょっと暑いなって思って扇風機つけたりしてたの。東京の方が涼しいのか。バーベキューの熱は関係、いやそれは絶対関係あるよバーベキューの火も暑かった。プラス外もすっごいいいお天気で、あちあちでした。来週10月だぜって。そうよ。え、来週10月、来週が10月。ええ待って待って待って、明日あれ9月でもそういえばあと何日、来週どころじゃなくない。え、明日が9月、明後日がもう10月。来週どころじゃないじゃん、びっくりしちゃった。明日までだって、やば、もう秋のはずなのにね、秋のはずなのに。今月やり残したことはあっても、ね、特にないかも9月やり残したこと特にないかも。もう今はちょっと舞台に向かっていかないと、舞台に一直線な時なので特にないかな。そう、なんですよね。そう、舞台配信があるって告知されていて、千秋楽公演のストリーミング配信決定。10月14日の夜の部配信があるそうです。嬉しい。なか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 ね、来られない、行けない方もにも見ていただけるので嬉しいです。
今日新幹線乗るときマネージャーさん、女性のマネージャーさんついてきてくださってたんですけど、頑張ってねって言ってあずみんと私に、何なんだろうあれ、シャインマスカットの周りについて砂糖がついてるやつ。いや、マネージャーさん東京には来てない、あの駅でお別れするときに急にくださって、すごいね、嬉しかった。ありがとうございますってなった。ね、優しい。就職で上京する娘を見送る母親な感じ。え、なんかアズミンが言ってた、あ、母性を感じましたってね。そう、応援してくださって嬉しかった。たくさんの方に支えられてるんだねって。そうなんですよね、日々感謝がいっぱい。期待に応えられるといいねって。そう、頑張ります。あ、そう、ファンクラブが開設されるってしれっとね、発表されてたよね、しれっと。どうやら11月にね、開設していただけるということで、ファンクラブなんかね、どんな感じにしようかな。なんかなんて言うんだろう、何撮影、ビジュアル撮影っていうのかな、違うかな、とかもうね、し終わってるんですよ。ちょっと、お楽しみに、コンセプトをお楽しみに。あれね、あの撮影は
メンバーが自由にこういう写真が撮りたいみたいな、こういう撮影がしたいっていうことを言えて、メンバー希望のコンセプトで撮れるので、いや、コスプレにはしてない。コスプレにはせんかった。ちょっと悩んだけど、一応STU48 原田沙耶香のファンクラブでコスプレだったらさ、ちょっとなんかわかんないかなって思って、私としております。コスプレじゃないのかって、むしろしてほしいまであるって、あ、本当？あ、そうなん？え、そうなん？先に言ってよ。そうなんだ。え、がっかりだって。あ、意外とコスプレをみんな希望だったんだ。でもね、私らしい感じになってると思う。よ。そう、ファンミーティング。でもなんかファンクラブって言い方そわそわするね。ファンクラブ。ファンクラブ。って言い方そわそわする。仲間みたいなものですね。チーム原田みたいなものよ。STU48 ファンクラブはわかります。でもさ、原田沙耶香ファンクラブ、そわそわする。またね、11月できるのは、解説は11月なので少し先になるんですけど、ぜひ待っててくださると嬉しいです。入会してくださると嬉しいです。なんかね、なんて言うんだろう、え、なんて言うんだろう、なんて言うかちょっとわかんないからもう何も言わない。何も言わない。でもファンクラブ限定みたいなものとか、すごく、なんだろう、発信する、何でも発信していきたいと思います。もうこんな時間じゃん。何時から
10分かける3が終わってしまいました。ということで今日は終わろうと思います。そうね、メールとは使い分けていきたいよね。10分かける3枠が終わってしまったので、私はこれから頑張ります。舞台に向けて頑張ります。頑張る時間にします。じゃあ話してくれてありがとうございました。またじゃあメール送りますね。舞台ゆうゆうインスタにも投稿したので、ぜひコメントもお待ちしてます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと本当に泣けそうになってきたので男女読みます。じゃん。13位ようちゃんさん、12位デルピルロさん、11位クリームセントリスさん、10位タンタンタヌキさん、9位山猫坊主さん、8位一光さん、7位みーくん、6位ゆういちさん、5位ゆずきちさん、4位やまいさん、3位とらさん、2位しょういちさん、そして1位かずささんです。ありがとうございました。ありがとう。そして明日基地の方はキンキンさんです。おめでとうございます。ということでね、皆さん、そっか日曜日か、明日からの1週間も頑張っていきましょう。ということで頑張りましょう。ありがとうね。じゃあまた会いましょう。バイバーイ。今日もお疲れ様でした。バイバイ。ちょっと早めのおやすみなさい。バイバーイ。